さあ立ち位置を入れ替えまして、まもなく第2クォーターが始まります。メインスタンドから向かって左から右に攻める格好に宝塚東変わります。宝塚東セカンドダウンイレブン。パス不成功。クォーターバック8番、ここで左に展開してワイドレシーバーへのパスを投じましたが、このパスはしかしディフェンスカバーありまして、パス不成功に終わっております。あわやインターセプトというプレーになりました。ボールの位置は元へ戻され、宝塚東自陣33ヤードからサーダウンイレブン。さあプレイアクションのパスは通りました。しかし素早く慶明学院タックルしまして、ゲインはほとんど許しておりません。ゲイン約5ヤードほど取りましたが、しかし宝塚東フォースダウンに変わります。宝塚東フォースダウン6、パントフォーメーションになります。このパントは慶明学院陣35ヤード付近でボールで整いまして、この位置で攻守交代となります。失礼しました。サイドライン割りましたのは39ヤード地点でした。この位置での攻守交代です。攻撃権得ました慶明学院、自陣39ヤードからファーストダウン10。これは宝塚東ナイスディフェンス。ここで慶明は中央のランプレーによりまずその最初の1点目を展開しようとしましたが、宝塚東ディフェンスライン陣殺到しまして、このランプレーほとんどゲインなしとしました。ここは慶明平野の走りをまず一旦止めた形になっております。しかし1ヤード前進という形になっています。慶明学院セカンドダウン9。今度はクォーターバックのランプレー、ハンドオフフェイクから自らキープ、右オープン展開を図りましたが、これは宝塚東8番が見事対応しましてタックル。残り2ヤードを残した状況でサードに変えます。さあ慶明学院サードン2、この2ヤードの攻防を果たしてどちらに傾くでしょうか。中央でランプレー、慶明ファースター。ここでランニングバック23番に託しました。見事なステップワークで中央を切れ込んで慶明学院ファースター。素晴らしいステップで攻撃権を更新を果たしました慶明学院。23番は飯田。これにより慶明学院ハーフウェイからファースターアンテン。さあ今度はランニングバックに外に走らせます。入れ違うようにランニングバックにハンドオフしまして、25番左オープンを展開、約4ヤードゲインとしております。ランニングバック25番は中坂。
慶応学園相手陣45ヤードからセカンドダウン6。ナイスラーファースター。クォーターバック15番今度はハンドオフペイから自らキープ右方向を展開しまして相手ディフェンスの裏を突く側に攻撃権更新です。慶応学園ファースター。素晴らしいランで攻撃権更新を果たしました慶応学院。クォーターバック15番は寺田。慶応学院相手陣37ヤードからファーストダウン10。不成功。ここで右奥走り込みましたレシーバーへのロングパス。ランプレーの裏をかくような形で一気にタッチダウンを狙うようなパスでしたがしかしわずかにオーバースローでパス不成功となっています。ダウン1つ失ってセカンドダウンと変わります。慶応学院相手陣37ヤードからセカンドダウン10。成功。クォーターバック15番今度は手前側にいたワイドレシーバー83番にパスを通しました。83番これをヒット浴びながらキャッチしまして約6ヤードのゲイン。果敢なキャッチ決めたのは慶応学院の83番の淵です。慶応学院相手陣32ヤードからサーダウン5。慶応学院はプレーアクションパスにより一気に攻撃権更新を果たさんとしましたがそのパスを取りましたのは高塚東81番インターセプトにより攻守交代です。ターンオーバー。ここで高塚東がまず一つ大きなプレーでこの流れを断ち切りました。ここでウォーターブレイクです。見事インターセプトを決めたのはチームキャプテンの81番原田です。順調に試合を展開していた慶応学院ですがここで宝塚東がまず一矢報いるインターセプトを決めました。これが一つの転換点となるでしょうか。ここでウォーターブレイクが入っております。ブレイクを受けまして試合再開となります。攻撃権は先ほどのインターセプトによりまして得ました宝塚東となりました。ボールオンは自陣22ヤードから宝塚東ファーストアンテン。さあまずランニング枠に落として右オープンへのランプレーを展開しました。カウンターを入れましたがこれに慶応対応しましてランプレーによるゲインはなしという形に終わらせています。宝塚東セカンドダウン10。パス不成功。ここ
ここでクォーターバック8番ロングパス、フェイクを入れまして、そのランニングバックへのロングパスを投じました。裏をかく形で一気にビッグエンに測りましたが、パスがオーバースロー、パス不成功でサードダウンに変わります。宝塚東サードダウンテボールオンは自陣22ヤード。東はパスプレーを敢行しましたが、このパスを啓明学院4番なんとジャンピングキャッチしてインターセプト、そのまま一気に独走しましてエンドゾーン駆け込んでタッチダウン。啓明学院6点追加となりました。素晴らしい判断でインターセプトを決めました啓明学院の4番は豊野。素晴らしいプレーでした。さあ、そして立ち穴とのトライ4ポイントに挑みます。フォーメーションはキックフォーメーション、キッカーは0番の平野。このキック成功、1点追加、啓明学院高等学校23点、県立高塚東高等学校0点となりました。順調に得点を重ねる啓明学院ですが、宝塚東これをなんとか一矢報いる形ができるでしょうか。先ほど得点を挙げた啓明学院のキックオフで試合再開となります。リターンに入る、しかしこれは啓明ナイスカバー、ジャッグルしているリターナーを尻目にほとんどリターンさせずに宝塚東自陣15ヤード付近からの攻撃に変えます。宝塚東自陣19ヤードからの攻撃に入ります。ファーストダウンテン、パス不成功。ここでプレイアクションを挟んでのワイドレシーバー81番へのパスでしたが、焦ったかパス不成功に終わっています。ダウン1つ失ってセカンドダウンに変わります。宝塚東セカンドダウンテン、ボールオンは自陣19ヤード。さあここで中央へのランプレー、まず地上戦で突破を図らんとくさびを打たんとしましたが、このランプレーによるゲインはございません。サードダウンに変わります。宝
高安勝ち返し、サードダウン10、ボールオンは自陣19ヤード。パス不成功。クォーターバック8番、今度は左側に入ったレシーバーへのパスを、ロングパスを投じましたが、このパスコントロール定まらず、パス不成功に終わっています。高塚東フォースダウンとなりました。高塚東フォースダウン10、パントフォーメーションを選択します。軽めリターンに入る。さあまだ行く前が空いている。独走残り10、エンゾーンタッチダウン。ここでパントをリターンしました。25番、相手のラッシュをかわして左オープンを独走、味方ブロッカーも生かしてそのまま一気にエンドゾーンに駆け込んでタッチダウン。慶明学院6点獲得。見事パントリターンタッチダウンを決めましたのは慶明学院の25番の中坂。そしてトライ4ポイント、キッカーは45番の宮崎が入っております。成功、1点追加。慶明学院高校30点、県立宝塚東高等学校0点となりました。お聞きいただきましたように大会規定により28点差以上がつきました。これによりクォーターのタイムはここから1クォーター8分に変更となります。従いまして残り時間が2分5秒でしたので、その2分減算となりまして前半残り時間は5秒となりました。なお得点差が35点以上つきましたらその時点で試合終了となります。宝塚東リターンに入った。このリターンは自陣30ヤード付近でボールデッドとなりました。ここで前半の時間がなくなりました。第1校前半終わりまして、慶明学院高校スインツ30点、県立宝塚東高等学校ワイルドキャッツ0点で前半戦終了です。